忙しい長年胸の内にありました奈良山一部隊の犠牲になられた方々への謝罪を74年ぶりにわずかですが果たしたことができました。ご招待いただいた在庄陳列館をはじめ黒竜公所社会科学院など中国の関係者に思いもよらず大変温かく迎えていただいたことを深く感謝いたします。やはりマルタの人たちの気持ちが一番苦になってましたね、今までは。そういった思いで本坊へ行ってまいりました。謝罪の気持ちは一番ずっと思ってました。気持ちを汲み取っていただければいいかなと、満足なくそれは許してはくれません。まあ、そういう気持ちで党ですね、記念碑それを拝んでまいりました。日本の政府としては本当のことを言ってほしいんです。